FC 岐阜勝手に応援チャンネル登場。はいはい、いつもと違います場所がね。見てください、東京ドームです。ま、ドームでもないしジャイアンツの選手たちがそんなちっちゃかったでしたっけね坂本とか意外とでかかった気がするけどな。あれ坂本じゃないの、あれ未来の坂本かもしれないですけど、ね、本日ね連絡をしてなくて、はい、いつものことなんで ね、まあ、いけるかなと思っていったら今日家主がいなかったと、はい、ということで急遽ちょっと近くでオープニング撮って、はい、これからレンタルスペース向かいます、はい、ダメですよ、事前の連絡大事ですよ。なんか友達同士だからなんかちょっとなーなーにしてたこともありましたけどねまあいけるだろうくらいでね、やりましたけど確認しなきゃダメですね。そうだね、そうだね、完成しましょう、はい、これは90分戦い抜いていただきたいなと思います。じゃあ行きますか、レンタルスペースに。はい、レンタルスペース行きましょうはい、貸し会議室に行ってまいりました。はい、あんまり大きい声出しすぎると苦情来ちゃうかもしれないんで、そんなに大きい声出せないですけど、だから点入った時はもう多分ぐらいの感じでいきますって。いつも試合始まってるんですよね。そうなんですよ、もう始まってるんですよ。私が今から6時39分現在の結果を確認しまして、はい、ここはっていうところをお見せするんで、ハイライト形式です。前半はお待たせいたしました。はい、最初のターニングポイントこちらです。前半20分過ぎたあたりですかね。と人入ってるっぽいですね、なんか今日ね、ぽいかな。クロスはどうだ、決めた。おっ、大きな声出せないあ、伊藤秀明さえば来てるんだ今日。うわ、伊藤秀明来てるんだ。海猿見てました、見てた。違う、めっちゃ見てました、海猿ね。バディは伊藤敦史ね。クロスそのまま入った感じだ。またうまく抜いたね。伊藤秀明はあの岐阜秀明っていう番組らしいですね。そうですね、岐阜チャンネル。すごいことですよね。いや、すごいよね。ちょっと我々もさ、狙っていきましょうよ。岐阜豊博。岐阜豊博。伊藤秀明の100分の1ぐらいギャラリーから争いするよって。ちょっと待って、ちょっと待って、さっき22分とかで入ってるね。はい、うまくかわされました。2、3分目ですね。そしてイエローカードが準備されています。さあ、イエローカード、まあ、すぐに今まで追いつきました。そのまま 0-0 だと思えば、取られたらすぐに取り返しました。それでいくしかない。タイムスリップします。タイムスリップしましょうよ。じゃあ、タイムスリップします。時を戻そうじゃなくて、時を飛ばそう。時を飛ばそう。くしくもサンミュージックの尺ですから、ね。時を飛ばそう、はい。飛ばしました。ご覧ください。村田とも左サイドじゃない。真ん中にいるね。シュートだ。うおお。ちょっとスーパーゴールじゃん。やば。何これ。すごいの出ました。いや、これよ、これを出してほしかったのよ。よく動画で言ってたじゃん、まず見てる。はいはいはい、まずましたね。そうそうそう、それだけの、ね、ポテンシャルなの。まず見てる、打ったなんかあるからって。応援チャンネル見てるね言われちゃったぜっつって、うん、いや、これすごい。いや、そうそうそう、パンチ力あるんだから。そうそう、いや、これですよ。中川ちゃんか。なんか去年も決めたよ、ね、この名前見てるもん。めっちゃ記憶ありますね。うん、あれ中川なんていうか、風紀つなんですかね。笠木と笠木。じゃあ後半も、応援していきましょう。また読めない名前が出てますけど、佐藤ルキ。あ、ルキか。若い選手の名前がさ、俺らとか40代30代で見る名前ともう変わりすぎててさ、読めないの多いんだよ。
いいシュート、すっばらしい。あ、これ気持ちいいやつです。もうちょっとね、タイトについていきたかったよね、あれは。多分本来あのコース通らないはずなんだよ、ね。画面的に藤谷があそこに、藤谷足出してないんでしょ。ああ、多分通常だったらあそこ足出して引っかかると思うんだよね。なるほどね。頭、うん、ですかね。高い本能って高いに取られる。高いに取られる。多分高虎だぞ。かっこいい。そんな武将いなかったっけ、高虎。あのプレオシンチャーのアッパラ戦国大合戦出てくる敵の武将の名前が大くらい高虎だった気がしますけど。お、高瀬って、な、大勢、大勢って、いや、わかんないけど、多分太いと書いて聖徳太子の将。でも多分大勢が言うと、まあ、そうですよね、おそらく太きよとは言わない、スケキヨみたいな。おいおいおいっと、ええ、マジマジか、本当。ああ、勝てる試合だったわ、これ。いや、これは勝てた、これも。この試合も勝てた。2対2。はい、引き分け。引き分けということで、確実に流れが悪くなっている。そうですね、ちょっと良くない方の引き分けですね。もう良くない引き分け。これは、リードして追いつかれるっていうところ。そうだし、ディフェンスがやっぱね、対応するところをしっかりともう研究して、選手は自分たちのウィークポイントとストロングポイントをもっと明確にするべきだね。ああ、なるほど。とは思う。うん、対人、まあ藤谷だったら対人なのか空中戦なのかっていうところでも、空中戦がそんなにべらぼうに強いわけでもないし、どっちかっていうと対人でって、それに対して、じゃあ川上も別に空中戦が強いわけじゃないし、はいはい、ってなってきた時に動かし方だよね。もうどっちがどう動かすかっていう、エリアに入った時の、相手がエリアに入った時の使い方っていうのはもっと明確にしないと、多分福岡戦もそうだし、これ割と福岡戦のこのサイドからのクロスの対応もそうだけど、今回の試合も対応としてはいい対応ではないよねっていう。ああ、言ってましたもんね、あそこ普通通らないって言ってましたもんね。そうじゃあ MVP いきますか。いきますか。本日の勝手に MVP は、またお会いしましたね、中川和樹さんです。はい、おめでとうございます。あのね、もうね、何回得点で名前見んのっていう。それで覚えてたの。そうあの字面見た時に、あら、これ前回もこの人だよねみたいな。そう、まあ、それだけ岐阜が同じ人にやられてるってことなんだけど。いや、まあね。そう。なので、まあ、有馬の次は中川と。やっぱね、クロスに対しての、あそこまで完璧にボレーでミートされるって、それだけ体が自由だってことだからね。サッカーっていかに自由にしないかのスポーツなので。なるほど。まあ、そこに対してのアプローチは、いろいろやっていただいて、はい、また来週ちょっとね、上位に対しては多分厳しくなってくると思う。もうこの引き分けは、引き分けじゃない、引き分けです。ちょっと、来週に向けて頑張りましょう。はい、上位 CU 勝手に応援チャンネルでした。